先生、我々選手一同はスポーツマンシップにのっとり、そしてアクターズシップにのっとり、日頃応援してくださるファンの皆さんへの感謝を込めて、残り7秒でトラスリーポイントを打っています。ボールをつないでいきました。決めていきました。ボールも相手にも優しい2つ目。ただ今度はドリームとタミラーズのシグルファーが始まるよ。何かに挑戦することがすごく好きで、なんか野球やってる頃に野球の妻に挑戦って書いてプレーしたくらい好きで、で初めてこうやってプロデューサーっていう仕事に挑戦させていただいたんですけども、僕がこうせっかく挑戦させていただくならば、何かこう挑戦しようと思ってる人の背中を押せたりとか、夢を追いかけてる人とか、何か苦しい思いとか悲しい思いとかもがいたり辛かったりする人の背中を押せるような、そんな一日になるといいなと思って、プロデュースさせていただきました。そんな一日になっていたら光栄です。ありがとうございます。ドーン、いいか、 SE がね、きた。アクタリーズリーグ2022にお越しいただいた皆さん、そして配信をご覧いただいた皆さん、そして、皆様に元気を、そして元気ですね、僕ちょっと調子狂ってきたな、ちょっとバトンが回ってこないんですけど僕に、すいません、はい、すいません、すいません、皆様に元気を、そして僕らにも元気をで一生懸命やってきました。